9月15日です。東京新聞デモクラ TV、エクストラということで、月に1回第3木曜日に収録をしておりまして、ご覧いただいておりますけれども、いつものように富田さんとやってまいりたいと思いますが、よろしくお願いいたします。今日はね、はい、やっぱり間もなくなんで、はい、まあ、国葬、本物の国葬と偽物の国葬偽物の方もう言っちゃいました残念ながら、はい、フェイクの方も国葬をね、うん、やりたいと思ってるんですが、はい、あれですね、やるんですかね、本当に ね、まあ、ね、この状況の中で、やるかやらないかったら絶対にやると思います。やると思いますよ。そうですね、やってもらわないとこの番組も進めないんで、やっていただきたいと、うん、というか、やめるという選択肢はもうないと、ですね、岸田さんにはないんじゃないですかね。なるほど、追い詰められて、うん、で今日はですね、この国葬問題について詳しい政治部のですね、市川千春記者にちょっと忙しい中無理を言ってですね、来ていただきます。市川記者は私と東京新聞特報部とか経済部とかでも一緒だったんですね、はい、長い間同僚でございましたですね。ちょっと国葬問題について今日は語っていただこうということで、うん、来ていただいて、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それで市川さんね、はい、一番最初に聞きたいのは、はい、岸田さんって、はい、安倍さんが撃たれてね、亡くなられた後に、はい、割とそんなに魔王風に国葬やるって言っちゃったじゃないですか。そうですね、ですよね、はい、あれってその後統一教会問題が大延長したと、ね、うん、いうことですよね、はい、あれって今岸田さんってやっぱ本音では後悔してるんですか、はい、言わなきゃよかったと思いますよね。ここまで、うんうん、当初はやはりあれだけ安倍さん の家族葬に若い方がお花を捧げてありとかですね、うんうんうん、自民党 の本部の前で献花に何百メートルという行列ができたぐらい、もう安倍さんの死を悼んでいたので、うんうんうん、まあ、その声を背景にもう1週間で国葬というのを決めてしまいましたが、うん、今はもう反対という方が、まあ、どの世論調査を見ても半分以上占めてますよね。うん、で内閣支持率も下がっているということで、やっぱり後悔している可能性が強いと、はい、大丈夫。あれ一部でね、麻生さんに言われたってね、言われてますよ ね、 すね。あれ本当なんですかと私もそう聞いてます。総裁選の次の日に自民党の役員会というのが開かれたんですけれども、うん、その席で副総裁の麻生さんが、うん、開いた方がいいのではないかというふうに、国葬ということですね、はい、国葬、はい、麻生さんの狙いとしては何だったんですか。やはりこう安倍さんの抱えてきた保守層、自民党の 2,3 割あるその岩盤保守層を支持をつなぎ止めるということだったと思います、うん、なるほどね、はい、それが裏目でしまったということです、はい、さっきね内田さん番組始まる前にちょっと話を聞いたんですが、はいはい、その安倍さんが亡くなった後、うん、なんか献花台にね、うん、行ったりとか、あと棺がちょっと来ましたよね、はい、ここら辺に、ここら辺っていう、うちの社員来たみたいな、うちの社員来ないよね、国会とかね行ったじゃないですか、うん、あの時なんか叫んでる人いたじゃないですか、うん、泣いたりとか、はい、正直ちょっとね、まあ、あんまりちょっと罰当たるようなことを言いたい、うん、ちょっと気持ち悪いなと思ったんですけど、うんうん、あれはどういう人たちですか。まあ、どうでしょうね、その安倍さんがどういうことをやってきた政治家かということとは、まあ、一応別にして、亡くなり方を考えるとね、その近いところにいた方だったら、それは感情を大きく揺さぶられるっていうことだと思いますよ。やっぱり亡くなり方として普通じゃないですからね。そうですよね、まあ、非業の死と言っていい亡くなり方だと思うので、ただそれがそういうことだったかどうかはね、分からないで、まあ、日本的な感覚から言うと、もしああいうところで叫ぶっていう感じはあまりね、台湾なんかだとね、なんか泣くの専門の泣き女っていう商売がある、聞いたことあります。これ本当にあるんですよ。ある。泣く、なるほど、お金もらって泣くって。いや、もちろんそうです、はい、なるほど。あれはあの人たちはつまり泣き男泣き女ではない、いや、だから分からないんですけど、もちろんね、近しい
方、あるいは、まあ、主観的に近く感じていた方なのかもしれませんので、僕あれ見てあそこら辺からやっぱりちょっとこうだんだんこれはまずい雰囲気だなっていうか、嫌だなっていう日本人の行動としてもおかしいし、いやもともと嫌いだったのさすがになくなったからね、まあどうかなと思ってたんですが、でやっぱりこれね、国葬をまあこれこういうふうにならなければやっぱり保守派の人たちというか安倍の審判の人たちってやっぱり国葬をやってもらいたいと、これはやっぱり清和会の人たちはそう思ってたんですか。そうというふうに聞いてますね。やはりこう安倍さん最あの90人を超える一番大きな派閥を、率いてましたので、その方々のバックにある方はやはりこう安倍さんを偉業を成し遂げられたということは皆さん口を揃えておっしゃっているので偉業っていうのは具体的に今あですから、あの日米同盟の強化と、あと経済アベノミクスをはじめとしたその、まあ、株価を押し上げたとか、と、まあ、海外からの評価が非常に高いというようなことを皆さんおっしゃってます。石田さん、この海外の評価ってこと本当誰がだって人が亡くなられた時は、ね、普通持ち上げ切らないやつだと持ち上げるじゃないですか。いや、いい人だった、それはそうです、ね、あれ本当に高いですかね。いや、わかんないですね。だからそれとあの一般になんていうの、外交の世界で の、その感情のやり取りっていうのは、そのまあいろんな理由がそこに入ってきますよ ね、 すね、政治家的にはね、その貿易統計は全部頭入った上で感情を決めていくわけでしょう。そうですよね、外交は おっしゃる通りですね、だとしたら、そう単純な話じゃなくて、まあ、第一その同じようなそのいろいろ評価される、部分的に評価される人で言ったら他にもいっぱいいらっしゃるけれども、国葬になってないですからね。そうですね、そうなんですよ。でね、今回まあいろいろな観点があるんだけど、国葬、国葬の儀でしたっけ。これ国葬儀です、国葬儀って、まず法律問題で、法律的にはオーソライズされてないと見ていいんですよね。そう、その部分がちょっと分かりにくいんですけど、まあ、当初はあのまあ閣議決定に基づいて、まあ、その閣議決定というのがあの内閣府設置法というあの、まあ、最近2001年にできたものを根拠にしてあの決定したということなんですけれども、まあ、ちょっと最近の勉強ですと憲法に基づいて、あの閣議決定を行って行政権を行使するということで、国葬儀を行えるというような内閣、衆院法制局の見解があるということが分かりました。分かってますね、はい、ということは一応内閣法制局のお墨付きは得てやってる、そうですね、いうことですよね、ただ明文化された法律はないんですよね。そうですね、基準であるとか対象とか、あと予算はどうするとか、そういった明確な基準がないというのが今回の一番の、皆さんが困惑されていることだと思います。私もこれ一回社説で書いたんですよ、国葬でね、政治部の担当の政治担当が来るんですけど、国葬費の、費用の問題をちょっと一回こう、書いたんですけど、まずは、ね、最初に2億5000万って、誰が見ても安いですよね。そうですね、あんなわけないです、16億5000万も私納得できないんですけど、どうですか。ですよね、あの2億5000万というのは確かにあの2年前の中曽根総理 の、 あの自民党と内閣の合同葬というのが、まあ、約2億円だったので、まあ、それに比べて、まあ、今回警備費がかなり要するというので、あの会長の借り上げとかあのコロナ対策とかそういったもので上がるのは確かなんですけれども、やはりこう海外の方50人規模とされる方の接遇であるとか、まあ、警備費はまた別になるので、それで十分かというと皆さん、あの点々点という感じですよね。信じられませんよね。だから第一官房長官自身があの分かんないんで終わってから報告しますって言ってますんで、ね、とりあえず出しといたと。そうそう、資産ですね。私ね、あの見けた100億乗ると思ってましたけど、総額で、あの警備を担当、過去その警備担当やった方で100億の可能性があるって言ってる方はおられますね、ですよね、実際、ですよね、
あんなもんで、しかも私が問題したのは予備費、はい、予備費ですよね、うん、予備費って、うん、国会の議決必要がなくて勝手使えるお金ですよね。そうですね、はい、あれエリザベス女王のね、うん、本物の国葬と違って真の国葬ね、はい、真のお母様、真の、うん、いや真の国葬だ、真の国葬で要はあれですよね、時間が結構あったじゃないですか、うん、あるじゃないですか、うん、イギリスの場合はすぐ割とこう、そうですね、亡くなられてからちゃっちゃっちゃっやってますけど、日本の場合はあれだけ時間があったんだから、うん、国会招集して予備費、ね、その葬儀の費用についても国葬費についても、うん、審議できる時間あったと思うんですよね、うん、そうですね、ありますね、やるべきですよね、そうですよね、うん、確かに機会チャンスとしては2回選挙を受けてからの最初の、うん、9月頭の、臨時国会の時、うん、招集の時、これは、まあ、副議長参議院の議長さんを新しく決めたりとかで3日で閉じてしまって、はい、実質的な審議はしてなかったです、うん、で先週 の, 閉会中審査、閉会中審査ね、それもたった3時間ということで、うんうん、本来なら補正予算簡単に組みますよね、そうですね、うんうん、非常にこう不愉快だというか、うん、財務省ならあんまり簡単に組むはずなんですよね、うんうん、非常にそこは僕はすごく深い疑問が、ね、うん、ありまして、うん、あとね、僕は今回の感想に近いんですけど、やっぱり何度も繰り返し言いたいのは、うん、やっぱ安倍さんってやっぱ特別だなと思うのは、うんうんうん、安倍さんの死してなお、うん、自分が死んで国葬をやるのが大問題になってる時にエリザベス女王がちょうどこの時期亡くなるっていうね、うん、このすごい人だね、しょうがない話ですけど、うん、すごいっすよね、あの人ね、まあ、これどうですか、俺比較、うん、そうですね、だからどういうふうに言っていいか分かんないんだけど、エリザベス女王の国葬に、うん、その国葬をやること自体に異を唱えるイギリス人って多分極めて少ないだろうと思う、うん、まあいるようにはいるんでしょう、そんなアンケートそもそも取らないんだろうと思いますけど世論調査も含めて、ね、日本の場合はもう完全に逆転してますけど、ね、うん、やっぱり統合の象徴っていう性質を持った人が亡くなった時に、うん、そのまあイギリスで言えばだから保守党も労働党もね、はい、まあ、右翼も左翼もね、うん、あれはまあ下手したらその例えばユーロにね、うん、賛成の人もそうでない人もね、うんうん、ブレグジットどうであろうが、うん、みんなこの方のお葬式に対しては国で金を出してやるべきなんだっていうふうに考えられるような人、うん、そういう人に対する葬式だったら、うん、国葬で、うん、何の問題もないですけど、うん、例えばその安倍さんに関して、まあ、いろいろ言われてることはと思いますけど、僕ね、ここで一番勘に触るのはあれ都議選の時でしたっけ、はい、ヤジでこう追い詰められた時に、はいはい、凱旋者の上から安倍さんがこんな人たちに負けるわけにって言って、秋葉原でね、言ってました、言ってました、あれって自分に対してどんな批判をする人であったとしても、それ有権者じゃないですか、有権者に対してああいうそのなんて言うんでしょうかね、罵詈雑言というか言葉を投げつけるのは、これは少なくともその統合を担う政治家としてはふさわしくない、でその人が亡くなったっていうことで言えば、これは違うんじゃないかなというふうに私は思いますね、うん、ですよね、国葬のハードルずいぶん下がりましたよね、うん、安倍さんであるなら別にだ、うん、別にみんないいじゃないかって話ですよね、格式がといううちの坂田記者が書きましたけれども、うん、国の儀式としての、まあ、国葬というのは国の儀式に準じるものになるので、天皇の国事行為と同じものという扱いになるというのは大変その衝撃的な事実だですが、それがという、うん、もうこれも一種の裁判で判例ができてしまうわけですよね、うん、ですよね、うん、ですよね、まさかあれだよな、森さんなんか死んで俺もみたいな、なんかね、なんか頂上ね、なんかね、今捜査線上に登ってるっていう、ね、期待含みの話もあるんですよ、ね、さっきその安倍さんの都議選の時の話言ったじゃないですか、森さんは、はい、なんかの時に
するに反対する人たちは、うん、あの家で寝ていてくれればいいんだって言ったじゃないですか。そうですね、あれもだから有権者に対する、うん、あのなんていうか、うん、あの無礼千万な行為なんですよ、ね、そういうことをやった人は、うん、ダメだと思いますね。胸像もダメだし、まあ、まあ国葬も論外ですよ。そうですね、あれはね本当にあのであの岸田さんなんだけど、はい、あの岸田さんってあのちょっと話しておりますけど、はい、今回の国葬は強引に日本でやりますけど、なんか最初英国の本物の国葬にも行くとかなんとか言ってたの、あれはどういう話なんですか。そう、ちょっとそこのあたりは正直すいません詳しくないんですけど、おそらくどなたかが止めたのではないかという、行こうとしたんですね。行こうとしたんですが、陛下が行かれるということで。なるほど、よ招待状に来てたんですか。すいませんちょっと定かではないんですが、あのただ物理的にあの、うん、ニューヨークで国連の演説が控えていたりとか、うん、そういった日程があるので、うん、難しいのではというようなことも言われてましたけど、はい、昔あのなんか植木仁のギャグだね、うん、お呼びでないこれは失礼しました。あれですよ、ね、典型的な誰も呼んでないのに行かないっていうの日本語としておかしい。あれも僕は相当がっかりしました。あの結構お年の高い方は分かると思うんですけど、そうですよね、若い視聴者でもでも視聴者の方はあるでしょう一定のお呼びでないっていうのはこれはまさに、ね、今だから YouTube でお呼びでない植木仁志で検索すると出てきます、ね、出ますよこれはもう。これはあの戦後もう最高峰のギャグなんですよ、ね、これを総理自らやるという、ね、すごい話ですよねこれね。滑稽ですよね、はい、本当にね滑稽ですよね。まああの、まあ、イギリスの方は本物の方は、まあ、天皇皇后が行かれるということなんですけれども、これで僕想像するんですけど、ただあの産経新聞ですけど、産経新聞の世論調査では反対の方が多いんですよね、うん、で読売新聞でもちょっと聞き方がちょっと怪しいんですけど、しかも反対が多いのに見出し取ってないっていうなんかよく分からなかったんですけど、まあ別に他社さんなんでね、なんですけども、多いんですよね。でもちろん他全部落ちて知るべしじゃないですか、で世論はもうはっきりしますよね。でこれ岸田さんね、辞めるとどうなるんですか。いや国葬ですよ、国葬の議会もうありえ、いやあの心情的にはだと世論的にはありがたいんですが、あのオリンピックと同じで引き返せない、うん、引き返せない、はい、そういう決断は総理にはないっていうことを、うん、あの永田町の方々は口々に、つまりもうそれは総理としてはこう道が塞がれてしまうというか、その先がないっていうことを意味するのでって言ってましたね。つまり消費税の減税とかそういったあの、はい、まあ、経済状況とかそういったものであの何とでも方針転換できる、何とでもではないですけれども、うん、もあるんですけども、一度こう国葬も決定して外国からこんなの賓客も招くと、それに対して方針転換というのはやはりこう決断を翻すというのはなかなか厳しいということを、うん、政権倒れちゃうんじゃないですか、ね、そうです。あ、退陣があり得るということですか、うん、辞めた場合は、うん、退陣するから、うん、にも匹敵するぐらいの衝撃になる、うん、辞めたとしてもやろうとしたということで反対者にはもともと評判悪い上に、うん、保守派はみんななんだっていうことになるじゃないですか、うん、いいこと何もない、誰も支持してくれないあ、じゃあ相当じゃあ追い詰められているという状況ですよね。一刻も早く終わってほしいという感じですかね。そうでしょうね。持ち上げる方は麻生さんにしても、実はあのおそらくあの菅さんとか、あとあの官邸官僚と言われる方も持ち上げたというか、うん、やるべきだというような話があったと、うん、なるほど、あ、なるほど、なるほど。あとちょっとグダグダ感でね、うん、あの例のあの速達、はい、招待、あの招待状じゃなくて言うんだよ、お葬式の場合なんて言うんですっけ、あの招待状って変だな、うん、結婚式の招待状案内ですか、なんでしょうね、うん、なんでしたっけ、葬式に来てくれってやつね、はいはい、あれ速達で出すって珍しいですよね。速達ですか、速達ってあるんですか、うん、
まあ、一人でだったんでしょうね。でしかもなんか日付間違えてたってなんか手書きで消してたんですよね。そうです。あのグダグダ感って何なんですかね。あれ誰がああいうのをこうやってるんですか、うん、官邸の中で。一応葬儀委員会というのが あるんですか。岸田さんを頭に組織されてまして、うん、各省庁の事務次官がで構成されてるんですが、どうしてそんな瞑想してるということだと思いますね、いろいろ。なるほどね。あと僕は外国から来るじゃないですか、はい、バッキリ来るって決めてる人って少ないですよね。びっくりしましたね。私はトルドーさん来るの。トルドーさんとあとオーストラリアの難しい名前の、そうです、ね、あ新しく総理になったようですね、はいはい、あとは、うん、アメリカはどなたのアメリカはですね、ハリスさんですね、副大統領。あのパッとしない人ね。そう、あの初めての人。俺すぐ期待してたんだよね。期待してましたね。よね、あの黒人女性の方ですね。おすごい感じのいいしさ、こら行くなと思ってたら、そうですね、なかなか出番が泣かずおらずにしていないよね。そうですね、珍しい。はい、本当にこれぐらいしかやることがないってことが来るかね。そうですね、バイデンさんは本場の本物はね、バイデンさんイギリスに行かれてしまうということなので、うん、なるほどなるほど。またね、他はどなたですか、来るのは。他はですね、あとモディとか。あ、そうです、インドのモディとか。そうですね、え、なんで来るの、はい、クワッドですね。インドは仲良しですよね。クワッドという多分、はい、軍事同盟というかですね、経済協力と安全保障の関係で。そうですね、はい、オーストラリアが3名もその首脳級というのは、まあ、インドちょっと八方美人的なところがあるから。あ、インドはいろんな国と付き合いがある。あとシンガポールの中国の、はい、今やね、はい、あ、なるほどなるほど、はい、あとオーストラリアはなんでこの熱心なんですか。オーストラリアもそれですか、安全保障の関係で日本と、やっぱり日本と組みたい、対中みたいな。そうですね、うん、クワッドという仕組みの中で日本とオーストラリアとか環太平洋のチームとしていらっしゃるという、まあ、それとさっき貿易統計頭にいた話しましたけど、はい、うん、オーストラリアは天然ガスとそれから穀物をどうするかっていうので、あ、まあ、ウクライナとロシアでの問題ですね、はい、うん、まあ、特に日本に対する輸出をどうするかっていう話がこれから、うんうん、あるんで大変なんじゃないですか。まあ重要だということでね、うん、まあ来るんですよね、うん、あとモディさんか、あとは韓国の首相が来るってさっき新聞で読んだんですけど。あ、そうだ、よかったですね。菅鶴子さんはいらっしゃるんですか。いや、ぜひお呼び。菅鶴子さんって僕勝手に言ってんだけど、あれから何て呼ぶんだろう。ハン、なんとか、なんだっけ、マザームーンですね。マザ、真のお母さん。真のお母さん、うん、真のお母さんは、あの人は真のお母さんだったら、うん、本当のお母さんは何なんですかね。ね、関係ないけど、ね、真のお母さんは、まあ、読んだことないですね。そう、まあ、そう信じてる人がいるという話です、ね、まあ、あんまり揶揄するとね、もう私はね、これまで数々のこういうことに関する絶果が多くてね、もう本当に消されてもおかしくないって、ね、気をつけてるんですよね。大丈夫、本当怖いんですよ。気をつけてね。じゃあ菅鶴子さんはともかく、まさか統一教会動員、旧統一教会の人動員されてないですよね。警備とかさ、そういうやつ。それは大丈夫なの。どうでしょうね。これ言ったらここすごい話ですよね。うん、今だから統一教会も萩生田君頼むよ。そうですね、統一教会も動員しに行くし、ね、電通も動員しに行くし。電通も鉄板でしょ。電通は内閣府の官僚大変です、これ接遇のね、いろんな時間のタイミングとかこうプログラム作るわけでしょ、そういうの電通は得意だと思うけど、ちょっと黒ネクタイ、ネクタイない人とかもう青木が全部、青木がね、もう服の方は全部加藤川弊社で、加藤川はどんな役割がある、マニュアルを作るんですかね。加藤川は何だ、敷地次第みたいな。敷地は加藤川だ。そうですね、印刷、はい、全部間違いない、森さんが総動員だね、参加再開して、うん、そうだよね、もう駐車場はもうパーク24 あ、そうそうそう、こちらももうバッチリですよ。もう何の心配もないよね、これね、はっきり言って本当のやっぱりこれはオリンピックファミリーという、もうオリンピック完全にオリンピックと合体しちゃってるよね。ひどい、ね、高橋さんも残念だろうね、葬式が全部の、あ、なるほど、あれ全部自分がやるはずだった。そうですよね、うん、
そんな感じですよね。なんか今重要なこと言おうとして質問しようとしたらくだらないこと言ってる間に、ね、忘れてしまいましたね。あ、そうですか。じゃあ外国からの賓客で僕あと気になったのは、うん、マクロンさん来ないね。来ないですよね。来ない、来ないですよ。ヨーロッパの方って、はい、今まで会見の中では名前出て、マクロンはエリザベス女王、エリザベス女王の方も行かないんじゃなかったでしたっけ。あ、そうですか。どうだった。あ、行かないんですか。違ってたらごめんなさい。メルケルさんも来ないですよね。最初来るたら、まあ、そうですよね、うん、元大統領、あ、うん、フランスはサルコジだ。ああ、なんかちょっとバランスいいですよね。安倍さん捕まったサルコジってね、なんかこう安倍さん逮捕されてないですよ、悪党同士みたいな。じゃあちょうどいい、まあ、まあ一応そうですね。サルコジは逮捕されてサルコジさんも逮捕されてない。個人的な友情で来るのか。あ、そうですね。むしろ安倍はもう最高だったよ。なんですか。なんか僕ちょっとフランス絡みで聞いたんですけど、うん、やっぱりカルトに厳しい国じゃないですか。そうです、反カルト法があります。反ぐらいですからね。そうなんうん、あとはじゃあイギリスはどなたいらっしゃると、もう総動員かかっちゃってるから誰も来ないですよ。なかなか厳しいですよ ね、 うんね、誰でしょうね、うん、ジョンソンさんが来ると思えないですよね。そんな暇ないですよね。まあ来たら来たと面白い。そうそうですね、っていうありがたいですね。なるほど。で当日なんですけど、はい、そのどんな感じなんですか。当日、当日っていうか、岸田総理はまず何するんですか。ご挨拶なんですけれども、うんうんうん、一番驚いたのが菅さんが、はいはいはい、友人代表ということで、ね、友人だったの菅さん。らしいんですよ。本当、うん、ご挨拶するということでですね、天皇皇后、皇室の陛下は代理の方で。代理ってどなたですか。まあ、多分役人の方かなと。内庁の方がと思うんですけど、代理をするんだ。はい、代理をよこす。これまで陛下がお葬式に出られた というのは皇室の方のみだというふうに聞いてますので。うーん、吉田茂さんの時って天皇は出て、おそらく出てないと思いますね。はい、進化の葬式ですもんね。そうですね、まあ、いわば。ただそうです、ね、まあ、戦後ですけど、ね、そうですね、皇太子とかそういった方は、うん、まあ、今回でした秋篠宮両妃殿下はご出席ではないかというふうに。うん、それはなんかいい感じですよね。うん、なんか岸田さんと雰囲気的にもね。あ、そうですか、はい。なるほど。じゃあそれでその、うん、なんか弔辞みたいなのってあるんですか。あ、そうですね。弔辞を述べられることになってますね。岸田さんと衆議院と参議院の議長さんとか。議長。はい。菅さんも。菅さんも。追悼の演説をする、まあ、そうですね、追悼の、うん、一時甘利さんってね。そうですね、完全に突然国会でね、追悼演説ということが言われていたんですが、です、ね、まあ、野党の反対で、通常は野党が代表の方がするんですが、うん、なぜか甘利さんという、うん、甘利さんダメだったですよね、うん。でなんか聞いたところによると随分拘束時間が長いとか、うんうん、そうですね、うん、当日の警備はこれ相当なもんでしょうね。それだったら大変でしょうね、うん、ましてやその警備の失敗でこういうことが起こってるわけですから。そうですね、うん、それは警察官も警察の幹部ももう震えが来るぐらい緊張するんじゃないですか、うん、そうですよね、うん、全国の警察のから応援が、そうですね、これだけで前の知察庁長官ね、辞めさせられて、ね、中村伊太郎さん、うん、例のね、有名なね、うん、伊藤詩織さんの件だね、はい、非常に不愉快な人ですけど、まあやめて当然ですけど、その後の方またしくじったらもう一回ずれてもクビになるって感じです。そうです。警視総監もそうですよね。そうですね。話脱線します。警視総監って、うん、僕あの人とユーゴスラビアで食事したことがあったんだよ。そんな親しい仲だったんですね。そう、あれね、あの人ね、すごい、なんか人脈が、僕人脈じゃないんだよ。都会の時にベオグラードに空爆やった時、はい、内戦のいたんですよ。で、あの時やることないんですよ。そんなことないと思います。はい、
大使館が電話かかってきて、はい、食べませんかみたいな、あいいですよって言ったら、うん、車で迎えてきてくれて、うん、名刺交換したりして、であ先方2人だったから、うん、ユーゴスラビア料理食べたんですよ。でその時に、うん、大石さんの名前覚えたんですよ。で顔も覚えてたんですよ。でこの前写真見たら、うん、あの人じゃないかと思って、うん、こんな偉い人、キャリアですらないと思ってたのに、こんな偉い人だったのかと思う、ね、すいません脱線して、そんなわけですよ。でも警視総監も危ないですよね、うん、だったらね、うん、まあ、これ空前の、 あの、まあ、おそらく警備が行われると。そうですね、費用も、うん、で出席なんですけど立民が出ないってことですか。そうですね、はい、あの散々いろいろあの、うん、結論を出すまでに時間がかかりましたが、あの今日執行部の方々が揃ってあの、まあ、納得できないということで欠席という。なんでこれ時間かかったんですか、決断まで。ちょっと新体制のほころびといいますか、なかなかこう、うん、あの泉さんと岡田さんの体制の中で意見を取りまとめることが難しかったような、なんか言いにくそうですね、感じが聞いてますけど、ね、泉さんと岡田さんが仲悪いってことですか。いや、そう、あ、そうじゃない。なんか実質岡田さん体制ではないかというか、ああ、なるほど、大先輩ですもんね、はい、あ、なるほど、なるほど、結局立民もそのグダグダ感が、うん、そのグダグダ感が最大の問題だったね、うん、ただなんか最初に出ないと言ってしまうと、もうその話題が途切れてしまうので、うん、あ、どっちにしようかなって、そうですね、自分たちのこう出番を多くするために小出しにしていったのではというような、そういう戦術とも言われてるんですよね。なるほどね、うん、なるほどね、でそのためになんか国会に注意しようというか質問をわざわざ出されたりとか、はい、うん、そういういつもと違うやり方であの批判の声をアピールしていったというのもあるんですけどね。でも結局まあ出ない、ね、そうなんですよ、結局、結局出ないんですね、はい、で維新は出るんですか。出ませんですね、ボイコット、あ、いや、じゃあ出ない、出ると思います、ごめんなさい、それは出ないのは共産党ですか。そうですね、野党は出ないですけど、公明党もちろん出る、与党は。そうですね、はい、おそらく多分出ると思います、すいません、維新、はい、出ない理由か、なんかあの、うん、もうほとんど、まあ、一応国葬ってお葬式のでかいやつですよね、うん、なんかこう個人を偲ぶって雰囲気全然なくなっちゃってますよね、うん、そうですね、うん、だからそのなんですか、岸田さんがね、うん、あの私が直接出てって、あの閉会中審査ですか、うんうん、でそこで丁寧に説明をするって言ったじゃないですか、はい、でも言った中身って、あのこの前最初に言ったのと何にも変わらなかったじゃないですか。そうですよね、ね、ゼロ回答なんですよ、あれ。そうなんですよね、あそこでだから、その安倍さんとの間にどういう関係があったか存じませんけれど、そのあまり知られてないような事実だとかね、うん、あのこういうことがあって、そうですよ、ね、あの安倍さんこうしたったんだ、結構国民がちょっと感動するようなね、ね、でも一言でも出しておけば、そうですよ、ね、そうなんですよ、エピソードが、そうすればあの、まあ、国葬儀っていうのはおかしいと思うけれども、うん、でもその葬式になったと思うんですけどね。そうですよね、うん、確かに安倍さんが亡くなられたという日の岸田さんの会見は、まあ、ちょっと涙をされていたかというぐらい、はいはい、やはりこう、うん、当選同期であのいろんな確執があったとはいえというような、うん、そういったあの、うん、思いがあったとは聞いているので、うん、ご自身の言葉で何か語って、うん、新しい時代を作るっていうようなこともね、そうですよ、うん、それが なんていうか、人の死を悼むっていうことなので、うん、そうですね、それをやるチャンスはいっぱいあったのに、うん、やらなかったですよね、うんうん、そういう場があったにもかかわらず生かせなかったということですよね、うん、まあ、立憲には申し訳ないけど、その立憲の反対論なんか吹っ飛ぶようなことを、あの総理大臣は、あの、ね、可能だったはずなんですよ。そうですね、チャンスはありましたもんね、ね、何度も。生前の安倍さんとのエピソードでもいいし、言葉でもいいし、はい、うん、何もないんですよね、おそらく。ないのかな、ないんですよ、ね、あったかもしれないけど、うん、そこまで深くはないという、うん、うん、まあ、とにかく、当初のうちはその方針派をなだめるって、うん、あとは、まあ、面倒くさいことは早くやっちゃおうと思ってたら、うん、
さらに面倒くさくなってしまったということですよね、完全ね、あとね、もう私昭恵さんなんだけど、あの人は面白い人ですけど、あの人がね、ここまで世間に反対されたら、もうちょっと一応自分の旦那さんじゃないですか、まあ、それはね、そういう愛情があって長い間夫婦関係で、自分から辞退するってシナリオはなかったんですか。そうですよね、もう誰もが期待する、もうウルトラシーの、すいません、ウルトラシーのこう展開なんですが、昭恵さん個人の思いと、おそらくあの、家族葬の時で儀仗隊側の岸当時の防衛省の指示で、あの、まあ、これまで出たことない儀仗隊が出てこうなんかいたんだというようなこともあるように、安倍家というか岸家というようなの、その遺族というのは一人じゃないというような感じがしますよね。つまり先方 の、まあ、その家でも昭恵さんの序列がそう高くな い、 いな、そんなような、誰が1位の、いや、まあ、岸陽子さんではないでしょうか。お母さんホットマザーじゃあお母さんはやってほしいということですか。だだ確証は取れてませんが、推測するに、息子は国葬級の人間になると、まあ、お母さんの気持ちとしてはね、取り巻きとか、お母さんが反対してたら やらなかったじゃないですか。誰かもう一回聞きに行くことできるそうですよね。お母さん本当にいいですかこれ。だって大恥ですよこれ。みんな反対してますよ。これほとんど賛成の人いませんよ。本当ですね。あら、こうなりませんかね。まあでもそのお母さんだけじゃなくて、その岸田さんとしては、保守派に対してやば、ね、答えを返していかなきゃいけないわけなんで。そうでしょうね。まあ、当初はそれで世論がこう盛り上がってというのを想定してた。ようなんですけど、もう時間が経ってしまいましたからね。この前自民党の中でこの国葬に対してね、批判的な声もあったんだけど、そういう結構それは 大きい声なんですか。それ石破さんとか結構言ってますよね。それはあの皆さん大人というかで、言いたくても言えないというような、この件についてはそうですね、なかなかあの表の場で語っていただけるのはいつもの石破さん、いつもの村上誠一郎さんというような感じになってしまっているんですよね。まあ定位置って感じですかね。そうですよね。あと石破さんはね、河野さんは、いや、もう統一教会問題張り切ってる。そうですね、恩があると思うので大臣に起用してもらったとか、防衛省とか、なかなか、あと岸田さんへの、もう今回のデジタル省もそうですけど、そういったこう思惑がもう入り乱れて、なかなか言えないみたいですよ、本音は。本音はなかなか言えない、言っちゃいけないみたいな。じゃあ自民党としては今とにかく時が過ぎるのを待つと。安倍さん亡くなったけどまだ生きてる感じっていうか。そうですね、なんかやたらと日本国ってこの10年間ですか、安倍さんに支配されてますよね、身も心も。いや今もですよね、今もそうなんですよ、だから死してなおね、岸田内閣で岸田括弧こう安倍内閣っていうか。そうですよ、こう安倍内閣ですよ。こう安倍、そういいネーミングですね。そうですよね。なんか大阪の方の、有名なあのキャスターみたいな方がね、辛坊、なんかね、国葬のあれがね、安倍さんが生きてたらこんなことなかったんだ。生きてたら来るわけねえだろって。そうですね、生きてるのに国葬やる人っているんですか。生前葬のことかな。そうです、びっくりしましたね、あれはね。政治家がそれやったら終わりでしょ。そうですよね、すごい、なんかみんな発言もみんな突拍子もない世界に入ってますよね。なかなかね、まだこう言いにくいっていう、なかなか自由闊達な意見とか、あの保守って本来は幅広かったはずなんですけどね。そうなんだよね、ましてやね、その宏池会はその幅広さを最も、あの体現してた、存在なのに。僕安倍さんってその老雪院になってから、
うん、2回だけちょっと、まあ、個人もちろん個人的に知らないんだけど、ね、近くで話したことがあるんだけど、さすがやっぱり、ね、どう考えても、うん、なんていうかやっぱりこっち目見て、うん、そこからね話が面白い、うん、めちゃくちゃ、うん、でユーモアもあるし、うん、遠い側面っていうのかな、うん、悲惨だったのは、まあ、菅さんだったけど今日は忌憚のない意見交換をとかってメモみたいな忌憚だらけじゃないかって岸田さんなんかバッと入ってくるじゃない、人が、はい、どれが岸田さんなのか分かんない、そんな感じの人なんだけど埋没しちゃって、埋没しちゃって全部岸田さんじゃないとか言って岸田さんみたいな人って多いじゃない、僕は経済部なんだけど、うん、財界のパーティーで役員とかじゃない、社長さんとか、あの中入ったら僕はどこにいるでしょうって絶対分かんないよ岸田さんって、ああいう人だから分からない、でも安倍さんって、うん、安倍さんって光り輝いてる部分があった、話も面白いしね、うん、若干滑舌がね、うん、悪いっていうかね、まあ思いますが出た甘いますに聞こえる、そう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 、そうそう、僕が会った時に、まあ、貴重な時間で電電級のねなんか言ってくれないかなと思ったんだけど、そう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 、どうか変な女性の政治評論が体毛、うん、体操の例、体毛の例、体毛の例、そうですね、電電声とか言われてますすごいですね、感じのね、本田圭佑の、うん、すがすがしいよ、清清しいって言った以上よく覚えてますね、そんなこと未曾有と、もう人の失敗大好きでしょ、嫌いですよ僕は、陰口叩くなって言われて育てられたんです、めっちゃ思うでんでんはね、もうあれはねあれだけでもあの人のレガシーですよね、あんな思いつかないですよそうです、まあ、あの人の希望を与えますよね、そう希望を与える生きる希望を与える、でんでんって言ってもそれになれるんだと、いい国だと思いますよね、本当僕はねあの時嬉しかったね、逆にでもね僕ね安倍さんってでもね、ねちょっと怖いなと思ったのは、心底、うん、この人俺嫌いになれないと思ったことが一瞬やっぱあった、まあ、引き込まれる人いるんじゃないかなと、うん、それからねあるエピソードで、うん、昭恵さんがなんで好きになったのかって言ったら、うん、どんな立場の人に対しても態度が変わらないんだって、はい、あなるほど、それは感じましたよ、うんうん、いやあれだけ刺して持ち上げるのもあれだけど、うん、ねあまあ、だからあれでしょ、直接会ってる時と、うん、そうでない時は間違うわけでしょ、うんうん、どんな人もなんていうんですか、丁寧に接してたらそのできないこといっぱいやったじゃないですか、そうなんですよ、うん、そういや僕も何度か経験あるんですけど、はい、だから官房副長官の頃だったかな、はい、テレ朝のあるパーティーに来て、はい、挨拶してたんですけど、うん、放送関係者はね大喜びなんですよ、うん、だからユーモアも話にも大体ちょっと自虐的なユーモアを発揮するんだけど、うん、すごく可愛がられる、ああなるほどなるほど、うん、ただちょっといわゆる国立のその追悼施設の建設の話でね、番組で来てくれて、うん、私隣に座ってたんですけど、ね、はい、その時はね話してる内容は全部靖国神社のホームページと同じ順番に同じことができたので、ああなるほど、すごいですね、さすが、そういう感じでしたね、なんか背広を着た神主さんみたいに見えてました、僕にはね、ああなるほどね、俳優みたいですね、あとセリフを喋ってるっていうね、なるほどね、まあ見栄えのする人で、まあ、だから右翼っていうか、うん、右寄りのそのアイコンなんですよね、おそらくね、なんかYouTube でも、うん、私もよくそういうそっち系の面白いから見るんですよ、敵方の方もね見るんですけど、みんなすっごいエモーショナルなんだよね、なんか喋れば泣いたりとかするんですよ、誰かその YouTuber とか結構有名な方々とか、私も直接存じ上げる人も若干もいますけど、あと産経新聞、僕ほら昔産経にいたこともあったんで、間違えて2年だけ産経にいたのが間違いだったんですね、いやいやもう言うと間違いない、ちょっとカットした、いたことがあって、ね、で結局その産経系の方ってすごいエモーショナルで、うん、ない結構なんか感極まる この件で安倍さんが亡くなった件で、そうですか、
なんかそんなエモーショナルなことってなかなかなんか引き込まれちゃいますよね、うんうん、あれですよね、これちょっとちょっとコンプラやばいかもしれないけど、女性から見てどうですか、男として安倍晋三って。私はすみません、全然です、ね、あ、失礼しました。ただやっぱり香り立つものというか、その意向というか、まあ、うん、それはありますよね。3人だったら誰が一番いいの、菅さんと岸田さんとさ、 C という3人しかいないんだ。いや変な意味じゃない。そうですね、それとして支持するかっていう。でもそうですね、どれもこうつつけたいですが、こうつけた。岸田さんもっと期待してたんですけどね、うん、どういう期待したんですか。やっぱりこう宏池会っていう経済をもっと盛り立て、本当の意味で、なるほどね、偽物でないかなと。なんですか、だからね、安倍さんの葬式の問題とか、うん、まあ、他の問題でその保守派に気を使うっていうことがあるんだったら、うん、そういうことをするんだったら、うん、逆側で自分がやりたいことを本当にやるべきなんですよ、うん、本当そうですよ、ね、だから金融課税の問題とか、うん、そうそうそう、あれ逆の方をやっちゃってますよね、うん、金融、あるいは原発の問題とか、うん、まあ原発のものは本当はどっちやりたいかよく分かんないけど。あと広島のご出身ということで、うん、核廃絶で一歩踏み込んだね、こ、う、と、ん、をやるのはそうですよね、いいと思うんですよ、期待してますよね、うん、核権条約にオブザーバーで参加すればよかったんだと思いますけどね、うん、なかなか踏み込まない、うん、そうですね、あの人すごくやれることいっぱいあったと思うんですよ、ね、でこれから安倍さんもいないわけでしょ、ね、だから黄金の3でも黄金の3年間って言われたじゃないですか、これどうなったんですか今の状況。いやもう崩壊ですね、最初はこの、崩壊、やっぱり国葬で今度の臨時国会が10月3日に召集じゃないかと言われてますが、すね、なかなか日程が決まらなくて、日程が決まらない、つまりなぜですか、はい、冒頭からこの国葬をめぐって、あと統一教会のめぐって審議があると思うので、うん、肝心の経済対策を打ち出したい補正予算の審議ができないんじゃないかということで、うんうん、なかなかこの前出した物価対策の後にもう一回、ね、総合経済対策を打つんですよね、補正予算、ね、この前の物価対策は予備費で、うん、話と言いますけど、3兆円で予備費ってすごいですよ、すごいですね、うん、もう大盤振る舞いっていうか恐ろしいですね、うん、だってですね、コロナで予備費10兆でしたっけ、だから今年2022で5兆積んでて、今4兆7500億ぐらい残ってて、で一般予備費ってね、災害用のやつは5000億なんだけど、国葬は一般予備費から出すんですよ、まあ予備費どっちでもいいんですけど、予備は予備費で、まあ5兆ぐらい積んでるんで、その中から3兆出すんでしょ、で国会の審議なしですよ、超の金を国会の審議なしっていう政権あります、いや恐ろしいですね、いろんな無駄がやっぱり出てきたっていうようなね、報道がありますから、なかなか中身を点検できないので、審議がないので、うん、それはちょっと税金の使い方として、いやひどいですよ、自分の財布かなという、まあ、いろんな虫食いが出てくるわけですよね、で葬儀、国葬が終わりますと、はい、すでに臨時国会ですよ、はいはい、召集された後は、これは相当政局になる可能性あるんですか、そうですね、読みとしてはどうですか、ただやっぱり政局になりますなると思うんですけれども、うん、まあ、解散っていうようなね、打つんじゃないかっていう話もありますが、解散をしたらもう持たないので、持たないでしょうね、持たない、こんなにウクライナのことがあったり、経済も傷んでいるので、はい、世論の批判が大変になるので、それは打てないから、うん、こう耐えるしかないと思うので、うん、進むも地獄というような、いやそれどんどん支持率下がりますよね、そうですね、物価も上がってくるから、どんどんその不満も高まってくるし、物価高は10月がピークと言われてます、さらにまたこれから上がりますよね、ウクライナも見通し立ってないし、だから金利差が今すごいんで、そうですね、また今日、
円安ですよ、うん、今いくらかな、僕出てきた時143ぐらいですよ、ね、144円かな、うん、日銀がなんかね昨日ちょっと牽制球投げてリサーチしてましたけど、うん、実際あれですよね、一応経済部だったんで、はい、要はアメリカがうんって言わないと介入できないんですよね。為替介入なんてね、ドル売りですから、相手がね、ドル売りですから、うん、あんな牽制したってね、できやしないんですよ、うん、って言って今やってたりする感じ、うん、経済生き物ですから、分からないですよ、よくこういうことがあったんですよ。ウクライナと同じでね、騙されちゃうって。そうなんですよ、もう騙され続けていきましたから、日銀にはね。そうですか、いろいろ高い買い物をさせられてるかも。でその、うん、ちょっと話があれですけど、ちょっとあまり今から言うのもあれですけど、総選挙今やったらどうなりますかね、はい、どんな期待が。期待としてはまあ、岸田さんにとっては安倍、まあ、統一教会の問題がありますから、うん、その支援を受けてきた多くの安倍派の議員は、まあ、難しいだろうということで、うん、本気で安倍派の勢力を削ぎたいのであれば打つべしというような意見もありますけれども、いい意見ですね。なかなかそこまでには至らないような。あれですよね、麻生派の方が議員としては多いんですよね確か。いわゆる関係のある統一教会と関係のある議員、ね、そうですね。ただそれは表の面では麻生派の方が多かったんですけど、うん、きちんと報告してない方もたくさんいるようなの で、いわゆる点検ですからね。そうですね、調査じゃないですから、自己申告なので。あれ終わった後どんどん出てきてるじゃないですか、はい、終わった後ですね、本当に、うん、やっぱり根深さで言えばやっぱり清和会計ですか。そうです、ね、そうですよね。岸さん安倍さんという3代続けてですからね。そうですよね、何つっても萩生田さんですけど、ね、萩生田さん、そうですね何つっても萩生田さんですよ。あの人は信者じゃないんですか。信者じゃないですかね。です、まあそうですよね。他の信者の人はあの人は信者だと思って待ってたっていう、ね、言ってる人もねいるらしいです、お父さんとか言うお父さんそうですよね。なんかあの教団とともに歩んで当選されたという印象強いですよね。そうですね、さんの場合ね。あと山際さんってネパールに行ったこと忘れてるっていう、すごい記憶力です、ね、もうネパール行ったことないです。行った絶対覚えてますよ。そうですよね、ネパール行ったこと忘れてるっていうね、すごい人でしたよ、ね、そうですね。あといろんなはず、マザームーンっていうのはまた別の方ですよね。マザームーンもそうですね。真のお母様とマザームーンは同一人物であるが、はい、行ったのは別でした。行ったのは別な方ですね、はい、なるほど、はい、だから今度選挙やればそういう方々っていうのは落ちる可能性が高いということですか。なかなかそうですね、うん、落ちる可能性が高いけれども相手候補の事情にもよるので。そうですよね、その、うん、ね、野党は減らしたとしても ね、 そうですね、落ちるかっていうとそんなことはないかもしれない、うん、そこに頼りきりの方は難しいと思います。だから、うん、確実に減ると思いますけど、うんうん、総選挙を打つ理由っていうのは、うん、じゃあつまり、まあ、安倍派を減らして自分たち、まあかまあ、政権は維持しつつ、うん、安倍派、旧安倍派は、まあ、追い出すというような。でもそれって結構つながたりですよね。つながたりですが、本当に岸田さんのやりたいことを進めるという意味であれば、うん、それが、ね、打つべきだというような方もいますけれども、なかなかやらないんじゃないですか。いや、そうですよね、うん、だってやりたいことないんだもん。あ、皆さんそう思いおっしゃいますね、うんうん、見えてこないです ね、うんうん、ね、保守派にプレゼントあげたんだったらその裏側でちゃんとやんなきゃダメですよね、うん、金融課税普通そうですよね、うん、何のためにじゃあ保守派を気遣うんだっていうことになるじゃないですか、うん、そうですよね、そうですよね、うん、新しい資本主義って僕も長い間考えてましたけどねよくわかんないですよね。なかなか見えてこないですね。 C っていうと何やりたいんですか、岸田さん。やっぱり産業政策、GX とかじゃないですかね。なかなか菅さんが打ち出したものですけれども、どん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 ヨーロッパの方に押されて電気自動車とかも日本は優勢になってしまって、一番のこう自動車産業を盛り返す意味でも、うん、ね、担当大臣を作っているので。この前原発についてちょっと前向きな発言、はい、あれは本気だったんですか。そうのようです。増設びっくりしました。それはできないと思います。処分場もないのに増設してる、ね、それは多分おそらく言いましたというようなポーズのように
思いますけどね、うん、なかなか現実的に無理ですよね。そうね、大丈夫、間に合わない。旗印を掲げることがやはり重要、自分が生きてる間に絶対間に合わないよね。ですよね、うん、そうですよね、再稼働、一気再稼働するのにもう全然動いてないですもんね。J パワーの人が昔あの大間はね、あれなんか自分が入社した時もう建造中で、この前停電になりましたって最後までできませんでした最後まで残念な人がいましたけどね。六ヶ所村の再処理工場もね、26回目 の、 あの延期になったそうですけど夢のなんとかっていうのばっかりですね夢のなんとかっていうのばっかりです。そうそうそう、夢ってって嫌な夢もあるんでね。そうですね、悪夢ですよ。そうですね、借金地獄ですね。ただこのまんまですと、こう岸田政権って国葬、まあ国葬まで一応ね、まあ、安倍さん亡くなれてってるからあれだけど、こう終わってからさらにね、統一教会でいろんな問題が出たりとかしますよね、それからあの物価高がこれ止まらないでしょ、今のは止まらないですね。もうそうするとね、支持率下がる一方じゃないですか、どう政権を応援していくんですか。もう財政出動とするんでしょうねそこに舵を切って経済政策しか、まあ、アベノミクスの3本のやってはないんですけど、あの岸田に投資をというような金融を呼び込むということを盛んにされているので、そちらの方に呼び込むのでは産業ではなく金融というような、もうだから政策もくすっからかんですよ。その金融で、あのあれでしょ、あのNISAとかなんとかで、そうですね、あの要するに離職しろって、どこが新しい資本主義ですかそんなもん、もう何十年も前からその焼き直しですね、うん、言われてる話で、もうカビ臭くてしょうがないですよいやこれ大変、まあ、政権、まあ、あの、あの人って結構粘り腰ですか、まあ、そう、あの政権投げ出しちゃうってことないですか。お腹が痛くなることはないと思いますけれども、まあ、酒は強そうですよ ね、 ね、はい、でもなんか酔っ払ったついでに、職を辞すとか言わないですかいや僕は実は岸田さんやってもらいたいの。あで、そうですか。だって一番マシじゃない。マシ、そうですね、あ、まあゼロですからねいや別にもう別に普通にもうまあ普通の国というかさ、別に何もやらないで座っててくれれば、あとはまあこうちょっと民主主義的どうちょっと問題あるかもしれないけど、なんとなくこう戦争から遠いような感じもあるし、戦争の決断なんかとてもできる人でも思えないし、まあ例えば高市総理とかね考えると、それだけはね想像したくないです。恐ろしいですね。高市さんか、いやーなんか急に思い出しちゃったな嫌な予感しかしないよねあの人ってよく考えたら安倍派じゃないんだ、ないんですか。安倍派じゃないですね。安倍派は何派なんですか。ああ、なんですか、なんか複雑な経緯があったんですよね確か。高市さん、なんですか、まあなんか最後の最後になんか嫌 な、 なんか映像を見かけてあ、すいません私のせいで、いやいや、で市川記者、あの当日ですね、国葬の、喪に服されるんですか、どうされますか一応政治記者としては、ね、泣きながら形だけはやはり、そうしたいと思いますが、あの記事の面ではビシッとね、あの批判を続けたいと思ってます。なるほど、はい、内田さんはどうするのそれ。え、いや、どうす、なんかどっかで飲み会でもたまにやるかなってなるほどね。え、いや、もちろんそれはあの死を悼んで、もちろんね、僕も、そうですね、僕も権力弱い方ですあ、もう本当ですか形の上ではね、もう服して形から入って形で抜けるっていう、静かに27日を待ちたいというふうに思います、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。